アヒル、アヒル、アヒル、または、アヒルは、水鳥のカモ科のマガモを原種とするカキンで、生物学的には、マガモと同種である。ヨーロッパや中国などで飼育が始まり、飼育が容易なこともあり、世界中で幅広く飼育されている。野生のマガモを飼い慣らしてカキン化するうち、個体や品種にもよるが、体が大きく重くなり、翼は小さくなって、 数メートルほどしか飛ぶことができなくなった。また、体形も太ったもの、直立して歩くものなど、いろいろ変化した。アヒルは年間で150から200個の卵を産む。産卵は特に春が盛んである。卵の大きさは、鶏のものよりやや大きく、殻の色はごく薄い緑色である。色名ダックエッググリーンの由来。産卵から30日弱でヒナが孵化する。 ただアヒルは卵を産んでも、放卵しない個体もあるため確実に卵を返すために、フランキを使うことが多い。その他、放卵性の残っているチャボやウコツ鳥等の卵に、混ぜて鶏に温めさせる方法もある。生まれたヒナが卵を産むようになるのは、生後5ヶ月から6ヶ月。繁殖が可能になる、生成熟は、メスで、生後6ヶ月から7ヶ月ごろ。オスは、 生成塾がメスに比べてやや遅い。発情期は、早春から秋にかけてであり、水上や陸上など場所を問わず交尾する。メスをめぐって、誘導士が激しく争うこともある。食生は雑食性で、課金用の穀物類を主にした餌のほか、人間の食べる野菜類や果物、食肉など個体差はあるものの、基本的には何でも食べる。 ただし、食べるからといって、何でも与えるのは、アヒルの健康のためには良くないとされている。過勤から野生化したものは、草の新芽や小型の昆虫類、土壌動物などを捕食する。アヒルはつがいになると共に長く暮らすことがあるが、一生同じ相手と過ごすとは限らない。野生化したものは、淡水域で暮らすことが多いが、原種のマガモは、海上で暮らすこともできるため、 アヒルも会場で暮らすことができる。野生のものは飼育家のものに比べ産卵の頻度が低い。寿命は5から20年ほど。野生、家禽にかかわらず、猫やイタチなどに捕食されることがある。家禽のため主に飼育家で生息するが、中には家禽が野生化したものも見られる。野生化したものは、池や沼地、河川のそばなど淡水域で主に暮らす。 日本の公園などにも幅広く生息している。成長は全長50から80センチメートルほどで、体重は3.0から5.0キログラム前後のものが多く、生態のところで述べてあるように、マガモと比べると大型である。オスよりメスの方がやや小さい。生まれたばかりのヒナの体重は70グラム前後。くちばしは黄色が主で幅が広い、いわゆる アヒル口の形をしている。上下には細かいギザギザがあるため、獲物の虫をくわえ取ったり、雑草の新芽を切り取ったりするのに利用する。足は黄色やオレンジ色で大きな水かきを持っている。細い木の枝などに捕まることはできない。体温は摂氏40.0から41.5度ほど。蚊長と似ているが、蚊長はアヒルより一回り大きい。また、 ガチョウの首が長く直立しているのに対し、アヒルの首は、オツの字型で短い。アヒルとマガモの交配種が、アイガモである。別名なキアヒルとも言われている。アイガモは飛ぶことができる。アヒルは野生化した個体であっても、飛ぶのは苦手である。三十年ほど前、三重県渡来郡小幡町、現在は市町村合併により、 伊勢市小畑町の尾端小学校に手賀町との交配種が生まれ、ガヒルと名付けられた。当時のクイズダービーのクイズ問題にもなった。アヒルと同じ外見であるが、お周辺の羽に黒い斑点のあるものであった。当時は、学内で一個五十円で、ガヒルの卵が売られていた。一般的にアヒルは卵を温めないと言われているが、マガモの血が濃いアヒルは卵を温めることが多々ある。 マガモの血が濃いアヒルのメスは口しに黒い斑点ができることで判別できる。用途は、愛岩、食用、灰卵、羽毛採集など。現在カモ肉として流通しているものの大半はアヒルの肉である。アヒルとマガモを交配させたアイガモの肉もカモ肉として流通していることもある。アイガモの外見はマガモに似る。 日本では公園などの池に放し飼いにされているほか、ペットとしても飼われている。野生のアヒルは、課金のニワトリとは異なり、くちばしの先端をカット、デビークしていないため、大きなくちばしで疲れたり噛まれたりすると出血する場合もあるので注意を要する。アヒルの卵は、鶏卵と違い、内部にまで細菌類を多く含むことが多く、生のままでは食べられない。 また、白身が水っぽくタンパク質の濃度が低いために、加熱しても完全には固まらないので、以下のような加工食品として食用にする。人に見られることのある病的な歩行形態の一つに、アヒル歩行と呼ばれるものがある。専門的には動揺性歩行、バデデングゲートといい、スジジストロフィーの患者に見られる場合があることが、知られている。これは、 歩行時に筋力が不足して地面から居上した足の側の骨盤の高さを維持できずに居上した側の骨盤が重力の方向に落ちる。よって上半身を支えるために設置している側の足の方へと体幹を傾ける。これが左右交互に繰り返されるために歩行時に上半身が大きく揺れるという歩行のことである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。